周行ってみたいと思います。走行距離はですね、24,700キロ。まだね、全然走ってないレース2000なんですけども、結構ね、パーツが、装着されていて、走りのね、イメージが強い、こんな感じの、1台になってますね。このね、無限のフルバケはかなりレアですね。結構ね、破れちゃってるのとかも多いんですけどね、しっかりとした状態で残ってるっていうのがかなり珍しいんですね。で、足回りなんかはまあ適度な硬さなんですけども、すごく跳ねるとかガチガチっていう感じもなく、まあ結構ね、路面に吸い付いてくれてるような、そんな感じのフィーリングですね。あとブレーキ、結構やっぱね、結構効きますね。このブレンボのキャリパーがフロントに入って、リアはビッグローターキットっていう感じですかね。本当ブレーキペダルにね、足をちょっと乗せたらスッとこう止まってくれるような感じの、なかなかね、いい制動力が出てます。で、レフィの3連メーターついて、これでビーってなってるんですけど、まあ多分ここからも分かるように、あ、マイクをつけてなかった、よいしょ、結構ねビビリ音がこうしてるんですけども、マウントが多分ね、強化品になってるのかなっていう気がします、この振動の仕方は。あとエンジントルクダンパーがついてるのでね、その分振動がそのままボディに伝わるっていうところもありますね。これ走らせちゃうとですね、これのビビリとかは全然なく、全然普通なんですけどね、アイドリング中のビビリがあるかなっていう感じですね。で、ちょっと今ねマイクつけ忘れてたんで、改めてもう一度、足回りなんですけども、結構ね、硬いのは硬いんですけども、そんなにねすごい突き上げ感があるってわけでもないですし、ぴょこぴょこ跳ねるような感じもしないので、結構ね路面に吸い付いてる感じですね。あとブレーキが非常によく効きます。ブレンボーキャリパーで、リアがビッグローターキットっていうところで、まあ前のオーナーさんからね直接買い取りさせていただいた車で、前のオーナーさんもね適度にこう走りを楽しんでたようなオーナーさんなので、まあその点でのね作り込みっていう意味では結構しっかりしてるなっていう感じですね。で、外装の動画のところでもお伝えしたんですけれども、フロントバンパーについてるカナードは車検非対応になるので、これはですね取り外してご納車になります。まあ全体的にはね、走る S2000 に仕上げていきたいなという人にとっては、結構いいパーツがすでについてるんじゃないかなっていう感じですよね。ラジエーターもねアルミ製のやつに変わってますし、ちょっと踏んでみましょう。パンチもあっていいですね。ただやっぱりASM さんの軽量プーリー、これ入ってるので、やっぱり下の方はねノーマルに比べたら若干こうトルク細いですね。回ってた時はなかなかいいんですけどね、そこはやっぱね仕方ない部分かなっていう感じですかね。まあでもトータルで特に何か違和感感じるようなところもないですし、走り仕様な S2000、探している方、もしくはこれから作っていこうかなと思っている方は、なかなかおすすめの1台じゃないかなと思います。はい、以上 S2000 の試乗インプレッションでした。